アレシアにあるウェルキンゲトリクスの記念碑アレシアは有力なガリア人部族であるハエドゥイ族を中心とした部族連合マンズビーが首都とした都市でガイウスユリウスカイサルが征服した後はガリアにおけるローマの町となった。アレシアはコートドール県のディジョンに近いアリーズサントレーヌ村に位置していたとされそこでの発掘調査はナポレオン3世の頃から行われている。 このガロルオマ文化圏の居住地では、今も何らかの新発見が続いている。最近の発掘では、インアリサイアという文字が刻まれた遺物が出土しており、場所が違うのではないかという一部の考古学者の疑念が、払拭された。かつては、学問的には妥当性が低いとされたアレシアの位置についての説が他にもいくつかあった。例えば、 フランシュコンテ地域圏やジュラ圏のサランレバン付近である。アレシアの位置が不明という点については、アステリックスのアスタックスザチーフティン S シールドでパロディ化されており、その中では登場人物たちがその場所を知っていることを繰り返し、否定している。カエサルがアレシアに気づいた方位網右上の地図の罰がアレシアの位置を示している。 北星の丸で囲まれた部分は、防壁の最も弱い部分を指している。紀元前52年頃、カエサル率いるローマ軍団と、ウェルキンゲトリクス率いるガリア人の決戦が、アレシアで行われた。この戦いで全ガリアの運命が決まり、ローマ側が勝利したことで、ガリア戦争にも決着がつき、ガリアの支配権をローマが獲得することになった。この戦いについては、カエサル自身が、 ガリア戦記に衝述している。アリーズサントレーヌでの最近の分析によると、カエサルの衝述した方位攻撃とうまく符号するという。6週間で1 5トルの長い土塁でアレシアを取り囲み、さらに2 1トルの大塁を築いて、ガリア全土からの増援が近づけないようにした。これらの痕跡は航空写真を使って考古学者が確認している。ありがとうございます。